ママミニマリスト伊沢ひとみです。今回は質問を受けた回答っていうのを動画にしていきます。質問内容はランドセルどこに収納しているについてです。皆さんはランドセルどこに収納していますか？我が家はですね、既存収納のダイニングボードの一角にランドセルを収納しています。お見せすると我が家はこちら、ダイニングボードの2枚分の扉の中にですね、ランドセルや教科書類っていうのをまとめて入れています。我が家はちょうど長男がこの4月に入学をしまして、新たにですね、このランドセルでとか教科書を置くスペースっていうのをここに決定して作りました。以前はここにレゴですとかおもちゃを入れていたんですけど、それをですね、また整理をして違う場所に移して、でここのスペースを空けて、でここは教科書だとかランドセルだとか日常的にお勉強するもの、学校に持っていくものを入れるというスペースに変えています。ここのところをですね、ちょっと詳しくですねお見せしていきたいと思います。はい、我が家のダイニングボードの一角にランドセルを入れています。説明をしてください。はい、ランドセルはどこですか？ここ。その隣は何ですか？手下げ。その隣は？キラの帽子。これはどこに持っていくものですか？小学校。そう、小学校に持っていくものだね。じゃあ小学校に持っていく筆箱はどこですか？これ。はい。じゃあ連絡帳はどこですか？これ。ここね。教科書はどこに入っていますか？これ。そう、その中に入ってるね、全部ね。はい。そこの中に全部教科書が入っています。うん。なのでこれから小学校でお勉強するときはそこから教科書をランドセルに移して学校に持って行ってください。はい、はい、じゃあしまって、その隣には何が入っていますか？勉強するやつ。そうそこ、ね、誰がお勉強する道具ですか？俺。はい、勉強する道具の一番プリントがあるところ教えてください。それ出してみて、なんて書いてある？算数、知恵、うん、英語。はい、その中から好きなものを毎日お勉強してください。はい、はい、じゃあしまってもらえますか？はい。他にはそのファイルボックスの中には何が入っていますか？それは何？僕に描いた絵、ね、それは自分で撮っておきたいって絵だね。それをそこに入れてるんだね。うん、その隣の仮面ライダーのファイルボックスは何が入っている？見して。保育園で描いた絵と友達にもらったお手紙をこの中に入れてる。開けてみて。そう、でこれは定期的に見直しをして、この前いらない、もういらないかなと思うのはもう手放してくれたね。うん、今それが必要なものですね。はい、でこれからも絵描いてきたり、お友達からお手紙もらったらそこに入れてね。うん、はい、じゃあしまってください。あとはそれは何？それは図鑑の付録だね。星座版があります。じゃあしまってください。あとはクーピーと、あとお絵描きのノート。これ、クーピーね。あとお絵描きのノートは、そう、そのあたりだね。お絵かきするときはそれを使ってください。それは何ですか？うん、それは保育園で使ってた自由帳ですね。じゃあそこに絵描いてくださいね。自由帳だよ。はい、でその隣は何がありますか？お勉強する用具ですか？うん、カタカナ表。あいうえおかきくけこさせつたきつぬねのなにぬね、あいうえもね、はい、カタカナや英語がちょっとわかんないなと思った時にはそのボードを出してくださいね。 ABCDEFGHIJKL しまってください。なのでこっちのファイルの中にはお勉強するものが入ってますね。これからやる漢字だね、も入ってますね。はい、それも漢字を小学校で習ってきたらそれを見ながら書いてね。はい、はい、あとは英語のテキストですとか、これはママとパパと一緒にやるやつね。
はい、しまってください。ありがとう。その隣は小学1年生と幼稚園の本が入ってるね。その中でまだやってないお勉強のところあったんじゃない？辛いかな。それね、まだやってないでしょ、うん、それ学習するところ、お勉強するとこあるから、そこもまだ全部できてないね。後ろの方にちょっとあるね、うん、あ、これは机を汚さないようにするチラシだね。それを引いてその上でお勉強してください。はい。あと、じゃあその上には何が置いてあるかな。筆箱。お家用の、まあ、予備の筆箱だね。保育園の卒園でもらった鉛筆なので、これから使っていくものね、予備の鉛筆になります。その奥には何がある？これは文字数ボード。そうだね、あいうえを書く練習するものに、絵の具に、色鉛筆に。その上は何ですか？え、それでいるの？いる。何に使うの？まだ決めてない、うん、一応なんか何か作成したい、制作したいっていう時用のなんかスポンジを取ってあります、はい。で、あとはカンカンが3つありますね。何が入っていますか？これはお手紙のスタンプ。はい、クレープの。そうだね。これは遊ぶ時やお友達にお手紙書く時に押してるね。もう1個の方は何ですか？消しゴム作る。そうだね、またこれも鬼滅の刃の消しゴム作る、制作するおもちゃだね。長細いカンカンは？これは、はい、ここの中には、カンガチャガチャや鬼滅の刃の、なんていうの、これ缶バッジが入ってるね。だキーホルダーを入れる場所だね。あと最後に何がありますか？俺の弟のスタンプ。なのでこれは紙を使って遊ぶおもちゃや、まあ、缶バッジだよね。あとは主にお勉強の用具がこのランドセル収納の中に一緒に入っています。この中で使いにくいな、取り出ししにくいなと思うものはありますか？全然ね。取り出しやすいですか？うん。はい。もし取り出しにくいなだとか何か思うことがあったら教えてくれますか？はい。はい、よろしくお願いします。そんな感じで我が家のランドセル教科書収納でした。もしこちらの動画が何か参考になったよと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこういった形でご質問に答える動画も撮っていきますので、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。